回のタイトルは、リップル公式ウェブサイトでバンクオブアメリカをパートナーに追加です。ぜひ最後までお付き合いください。著名な XRP 愛好家が最近、リップルのグローバル決済ネットワークに関する重要なアップデートを強調しました。彼はリップルの公式ウェブサイトにパートナーとしてバンクオブアメリカが記載されている画像を共有しました。リップルの技術の継続的な進化と、それが世界の金融取引に与える影響を考えると、この展開は注目に値します。リップルは XRP を動かし、国境を越えた決済を容易にし、ブロックチェーン技術を活用して取引のスピードを向上させ、コストを削減する分散型ネットワークで知られています。リップルネットのガバナンスは特に独特で、世界有数の金融機関のグループであるリップルネット委員会がガバナンスを監督しています。この委員会の役割は、世界的な国境を越えた取引の標準化の発展と維持に責任を負っているため、極めて重要です。このネットワークのパートナーとしてバンクオブアメリカが加わったことは、特に国境を越えた決済の分野において、銀行がブロックチェーンソリューションへの関心と取り組みを高めていることを示しています。バンクオブアメリカがリップルネットに加わることは、同銀行の規模と世界金融業界における影響力を考えると特に意義深いものです。米国最大の金融機関の一つであるバンクオブアメリカとリップルの提携は、主流の金融におけるブロックチェーン技術の採用に広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。またより効率的で安全かつ費用対効果の高い国際決済ソリューションを提供することで、従来の銀行システムを変革するリップルのテクノロジーの可能性も示しています。リップルの拡大するパートナーシップ、リップルはパートナーシップを通じてグローバル展開を拡大しており、これは XRP のグローバルな採用を促進するための注目すべきパートナーシップの長いリストの一つです。 XRP コミュニティはこのニュースに好意的に反応し、リップルのテクノロジーとそれが世界の金融の未来を一変させる可能性を実証するものと見ています。バンクオブアメリカがリップルネットに加わったことは、国境を越えた決済分野での銀行の能力を高める戦略的な動きです。また急速に変化する金融環境において競争力を維持するために、従来の金融機関がブロックチェーン技術をますます取り入れる傾向を反映しています。リップルはアジアの多くの国に進出しており、過去1年間のヨーロッパでの重要な進展により、ヨーロッパ大陸での XRP の採用がすぐに増加する可能性があります。リップルが SEC を破った今、米国内でのパートナーシップが反映し、XRP の採用が増加し、価格が大幅に上昇する準備が整う可能性があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。